さて、続きやっていきましょうか。とりあえずね、行けるところを、が増えたはずなんですよ。大きい輪をね、壊せるようになって。それでずっと気になってたのはこちら。ここ行けるんじゃないかな、今度ね。ああ、なんか話しよるね。うん。ほうきくんだけになっちゃうけどって、ずっとほうきくんだったよね、もう。ここね、なんかあるんじゃないかなって。だって、こいつがなんか言ってたもんね。なんかここにある、重要なものがあるって。こういうの覚えてますから。あれ？ここは行ったっけ？あ、ここも入ってるね。ああ、やっぱり。なんかあったよ。なんや。うーわ、見づら。イチルピー。イチルピーだけってことないよね。そこにスイッチがあったってことか。暗い。めっちゃ暗。これね、ちょっとビデオ撮ってるので見えてるかな。全然見えない。参ったね。あ、小さな影。これあ、炎のロッドとかでできるかな。あ、ないし。炎のロッド、吐いてね。これで地道に見ていくしかないかね。マップもないしね、ここ。ここに小さな鍵と。ちょっと時間かかるね、これ。小さな鍵ってどこあったっけ？
か。よし。おお。ないね。ちょっと回復待ちます。マップがないのがきつい、本当に。よし、マスターストーン。これで2個集まったんじゃない？鍛冶屋。瓶には薬入れを生産だけ、リンゴやハートも入れられる。へぇ、リンゴ？これでマスターソードがレベルアップするんじゃないの？よし、あるね。お願いします。よーし。うおー、黄金に輝く剣になったよ。よーし。それじゃあ、あとあったかな、大きい岩んとこ。
降りていいのかな。あ、カメだ。おお。なんか助けたみたいだね。うわ、でかい。助けてくれてありがとう。まだ2匹戻ってきてへん。なるほど。カメを探してるのかな。ああ、妖精がいるね。ああ、こっちに行ったらないかな、もう。おお。あ、上上がれるんだ。さあ、カメはどこにいるんでしょう。あ、こっちのとこやったことないね。ああ、やっぱり黄金の鉢は高いんだ。カメおらんな。おお、取った。これ、こういうことだね。あれ見つけられんかったな、今ね。あー、いた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 。よし、これでみんな助けたね。みんな背中乗ったよ。お、背中乗ってどっか行けるんかな。あそこに行けるんだろうね、多分ね。あ、ここから上がれると。あ、行かして行かして。遊覧船には行けんかな。あー、落ちるね、結構。範囲は結構狭め。これだね。じゃあちょっと遊覧しようか。いや、ブーメランとか取ってなきゃ大丈夫かな。ブーメランとか いるんだったらちょっとまためんどくさいね。よし、行きまーす。はい、上。よし、鏡取りを。で、場所を登録。あー、来た。これは、ここは氷のロッドが必要なのかな。うん。ほう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 。なるほど。よし、じゃあ入りましょうか。はいね、カメ。さて、カメ岩。おお、いろいろ仕掛けがいっぱいあるね。うん。なるほど。そう。あ、これ徐々に、あ、いた。あ、よし。ちょっと待てよ。どうなってんの。あー、スイッチか。スイッチが上にある。
こっちも行けないの？あ、こっちは行けないのか。なるほど。上にスイッチがあると。どうするんだろうかな。とりあえず、あ、待てた。とりあえずなんかどっかにあるんだろうね、何かが。この釘バラってのは何だ？置けないか。でもここに行ける仕組みがいまいち分かってないから。ああ、上に行けたんだ。おお、行く。なるほど。ここに、あると。いろいろ言っとこう。ここなんだ？よし。ちょっと中に。すぐ行ってしまうな。あ、やばい。これは普通に戻るところだね、いつも通り。前、最初の部分に戻る。おー、戻ってるね。ここは回復場だね。ハートが出る割合が多いと。よし。おー。どうなってるか。この仕組みがいまいちまだ分かってないのに。何を置いたらいいんだ、これに。あ、ちょっと待って。これで上に行けるわけか。こうしたはいいけども、
なるほど。凍らせられるわけね。ああ、なるほど。わかりました。ほう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 。ですね。あれ？ああ、いいのか。もう一段上があるんだ。もう一段上があって。ははははは。なるほど、なるほど。今ミスったね、これ。ここに行けるね。ほう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 。なるほど。ちょっともう一回行こうか。あ、ここはダメだね。お、あー、しまった。それでどうなったんだ。ここ。なるほど。痛い。暗いすぎ。なるほど。あら、ここ別になんてことはないね。あれを押したら、ちょっと待ってよ。これでもずっとここはいいとして、もう一度上に上がんなきゃだね。ちょっとわかんないね、今ね。ちょっと戻ろうか。今わかんないな。これは何の意味だ？何の意味があるんだ、これ。ああいうの倒す必要があるのかな。ほうほうほう。ちょっとあれだね。おうおうおう。ちょっと待ってね。どうやっていけるよ、ね、ここにとにかく行かなきゃダメだよね。どうか。一旦戻ってみようか。まだ、できてない場所があったね。これの意味がわかんなかった。これはどこだ？
あ、ちょっと。交換なのね。おお、外に出て。妖精たちが捕まえられるって感じかな、ここで。まあ、妖精でも今いるからね。なるほど。まあ、別に、殺しなくても、普通にここから、出れるよね。一段降りてみようか。ここはどこに出るんだ？ほう。あそこに小さな角なのね。よし、小さな鍵。ここはまだ開いてない。スイッチがあるか。うん。ああ、なるほど。途中でピッ。あ、左下がまだ行かないね。あ、開いてないのかな。これもこれ倒したら何かあるのかな。おう、コンパス。ちょっと待ってね。こっち側行けるっすか。よし。ちょっと待って。
よし、ハートの勝ちだね。だいぶでも増えたね。じゃあ下に進んで小さな鍵を使える場所に行きましょう。右下がまだ行けてないか。これは何か意味があったんだろうか。ははははなるほど、次に行けるってことね。高台にこれがあると。これで行けるようになったってことね。なるほど。じゃあ、ここに行く方法、まず2階に行く方法を考えなきゃいけないね。ここ行かなきゃいけないね。どうやって行ったらいいかな。あそこには行けるって、これを押さなきゃいけない。他からは行ける場所は特にないよね。あれ、あ、行けるか、こっから行けるか。ここ行けたもんね。よしよし、アイディアの盾を手に入れた。魔法攻撃も防御もできるすべてもの。よし、これよし、アイディアの盾もう一回じゃあ行って、あー間違えた、間違えた。よし、足りたね。それで、バスのとこ行けた。妖精も今2匹ですね。だいぶ安泰ですわ、多分。ああ。だね。ちょっとだいぶ食らったけど、まあ大丈夫かな。よし、ボス戦。
おおほほほほ、おおほほ、来た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 。おもろま。おほほ。お、姿を現した。ガメラみたいなね。よし、立てて、せいで。よし、楽勝だね。もう強くなりすぎたかもしれん。盾とマスターソードで。盾強えわ。全然食らわなかったもんね。ドクロを掴んでしまった。はい、よし、七賢者そ七賢者揃った。なんかすごいとこで噛んでしまったな今。勇気のトライフォースをそなたに授けよう。よし、トライフォースを授かった。みんなで足場を作ってくれて、あれを受け取るんかな。話しながら行こうか。人間の秘めたる能力には本当に驚かされますね。私のしもべたちにも見習ってほしいものです。勇者のいでたちが様になってきたな。俺はお前さんを誇りに思うぜ。我らが力そなたに託す。ハイラルを姫様を救ってくだされ。土の子、その無事に帰ってきてね。おっと、ちょっと、やっぱり君が勇者だ。勇者は僕だって思ってた自分が恥ずかしいよ。勇者は土の子にハイラルの神々のご加護を。やったね、土の子。もう父ちゃんに寝ぼすけなんて言われないね。言われるかな。一番最初、このグリが父ちゃんだと思う、勘違いしてましたからね、僕はね。よし、トライフォースを手に入れた。あと二つあるんだね。神の力を宿したそなたなら、復活した魔王の企みを必ずや阻止できよう。異教の地ローラ城へ向かい、我らの使命を成し遂げるのです。そなたとゼルダ姫様の無事なご帰還を祈っていますよ。とりあえずじゃあ風緑でセーブして、一旦ね、今日ここで終わろうと思います。それじゃあね、次はね、ローラル城に
ってみたいと思います。それじゃあまた。